こんにちは、なかです。グノーシア実況、パート9、やっていきたいと思います。前回の続きからやってるんですけれども、まさかの6連敗中ですね。いや、今回グノーシアで勝てそうで、あ、うち、グノーシアの方が向いてんねやなって思って、なんか調子乗って、ちょっと茂道に疑いを向けた瞬間も、すべての、なんか視線がなかに突き刺さるっていうね、ちょっと、なんか、苦しい思いをしたところです。はい、次は勝ちます。続き、やっていきます。お、パート9、ループ9ですね。今の自分はグノシアではない、ただの上位なし。はい。おー、グノシア楽しかったけどな。てか、ラキオと協力できたっていうのがすごい良かった。しかも今回なんかラキオいつも初手で釣られるのに、今回生き延びてくれてたし、うまいことね。エンジニアとして、うまいことやってくれててんけど、で、ナーカーは、なんか、ただの人間だったよって言ってくれたし、すごい良かったんけど。いやー、やってっか。つーか、俺にはちょいわかんねえんだけどな。どうした？グノーシアってのは退治しねえとダメなのか？人間に化けるんだ。取引くらいはできるだろう。お！まともな話し合いをしようとしている。おう、そりゃそうだな。俺らを消さないように頼んだら案外それで済んだりしねえか？でもなんか、さっきグノーシアになって思ったけども、解放してやろうぜみたいな感じだったよね。なんか、哀れみというか、ちょっと、なんだろうな。なんか、これでいいんだよみたいな、なんだろうな。なんか、グノーシアはグノーシアでやっぱり人間を消したいんだよね。なんか、消すことによって魂を解放してるみたいな感じなんよな。グノーシアや異星体グノースとの交渉が成功したという事例は、過分にして聞かないな。多分無理なんじゃない？無理めでもよ。話くらいしてみてもバチ当たんねえだろ。あっちにあっちの事情があるかもしんねえし。そっかもね。意外とありだったり。なんかSQちゃんグノーシアっぽいな。無駄だよ。グノーシアは人間を消失させる。なぜならそういう存在だからだ。でも確かになんかそういう存在だった気がする、前回。チピの好きな猫が猫であるように、人間が人間であるように、グノーシアはグノーシアなんだ。そっか。まあね、話し合いで、解決するならいいけど、ほんまに。まあ、そう、グノーシアはグノーシアなんだよね。なんか人間とかが、その虫とか浴びたときに、排除したくなるように、グノーシアは人間を排除したいと。そういうことかな。そういうことですか？時間ないから話し合わないと。では発言させていただいてよろしいでしょうか？少し気になることが、はい、何ですか？話を聞く。ん？私の思い違いであればいいのですが、シピ様は AC 主義者ではございませんか？何？また新しい役職かい？なんだこれ。AC 主義者？何それ？狂人とかそういうこと？やれやれ物を知らないね。アンチコズミック。略して AC 主義者だよ。異星体グノースを崇める。いかれた連中のことさ。はあ。やっぱ狂人ってことか。この宇宙は狂っている。だけど、グノーシアに消滅させてもらえば、真実の世界に行ける。物理原則の否定、人間存在の否定、そしてグノース崇拝。それが AC 主義の大筋だよ。近頃は急激に支持者が増えているらしい。はあ。あ、じゃあさっきさ、シピー、なんか、やられたの嬉しいのか？なんか、あなたの手で死にたいみたいなことでしょ？グノーシアの味方をする人間。おー。AC 主義者は人間ですが、グノーシアのために嘘をついたり、議論を混乱させたりします。AC 主義者は誰がグノーシアかを知りません。おー。ってことは、人間のくせに嘘つくやつが AC だろ？OK。はー。込めたらわかるもんね。
で、そのシピーで、シピーがその AC ちゃんってこと？あ、期待させといて悪いけどな。俺はそんな大したもんじゃねえよ。でしたらシピ様ご注意くださいませ。保守系によっては右脳者に同情的な意見を口にするだけで処罰されることもございます。いや、同情してたわけじゃなくて共存しようぜやから、別にどっちとも取れへんのじゃないか。別に同情してたわけじゃないよね。だってシピは知りたくないし、グノーシアものことも殺さないから、お互い共存しようぜって言ってるから、別に同情ではないんじゃない。そしてみんなも注意してほしい。この中の誰かが AC 主義者であってもおかしくはないんだ。今回は AC 主義者が上位に紛れています。一人しかいませんと。おー、名乗り出ろ。あ、シピと仲悪いんだ。名乗り出ろ。それかエンジニア。おー、あたらきおか。おー、コメットとらきお。いや、コメットか、難しいな。ん、コメットが怪しいっす。え、僕そりゃ驚いた。コメットがエンジニアか。そう、難しいぞ。もしコメットがグノーシアだったら。あれ、誰も疑ってない。様子見よう。なんか顔色が悪いぜ、説。気になることでもあるのか。あ、これはもうシピア完全に説に狙いを定めたのか。やっぱそう思った説怪しいよね。やっぱちょっと待って、グノーシアの時はさ、自分とラッキョ以外の人を怪しめばいいから楽やったけど、人間サイドむずい、やっぱ。私が邪魔なんだね。あ、わかんないな。様子見とっか。あ、説をみんな排除したがってる。なんとなく怪しいのは説かな。ちょっと待って。説が怪しい。そうだよね。そこはそうだよね。あ、もう投票だ。あー、わかんなかった。いやー、これでも多分投票結果ではさ、疑われないよね。シピに入れちゃうかなんか。ちょっと一回排除しておきたいよね。あー、説になった。これコメットがもしグノーシアだったら説は白でしょ。で、ラッキーを。いや、あー、説守れなかった。レベルアップしよう。演技力。これ嘘ついたらすぐバレちゃうから。演技力はちょっとだけいると。誰と仲良くなろうかな。いや、シピは怖いし。で、ラキオ。テラと仲いいのか。テラと仲良くするか。じゃあ。どうしよう。あれ、コメントいないんだ。仲良くしようぜ。私を訪ねてきてくださったのですか。嬉しい仲様。ああ、いいですね。ああ、え、じゃあ、ラッキョウじゃん。え、これだから、グサグでしょ。どう考えても。ん、コメントがやられたってことは、え？いや、もうこれ普通に考えてラキオでいいんじゃないの？うん。いやいや、いや、じゃあこれもうグドーシュか。もうシゲミジじゃん、じゃあ。いや、シゲミジじゃんだから。もう、まっすぐ否定しよう、これ。そうだよ！まあ、シゲミジラキオじゃん。そうしよう、そうしよう。あ、でも、あんまり目立ちすぎたら、
あまり目立ちすぎたら殺されるから。これはもうみんなラキオに関心向けてるから、うちは何も言わないと。これで OK。はい。これで OK。あ、間違えた、危ない。これもう様子見ようでいいよ。いやもうこれもうラキオ茂道でしょ。おー、OK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 。よしよしよし。これいいぞいいぞ。これ、勝てる。茂道は中に入れると。はい。うん。よしよし。これはこれで OK。で、次ね。赤いマークがある場所では特別な出来事が起きるかもしれません。はぁ。あ、なになに？ステラと仲良くなれる。やった。お、あらな赤様。あ、さっきこれさ、行ったからかな。2ターン目だと、こういう特別です見れるとかかな。あらな赤様、ふふ、奇遇ですね。ちょうどいらっしゃらないかなと思っていたところなんです。な赤様、お疲れではございませんか？話し合いの時のご様子で、私心配になってしまって。いや、別に疲れてない。ちょっと様子見てたし。おー！もしよろしければですが、私と協力して話し合いに挑みませんか？お支えしたいのです、な赤様のことを。いいよ。うち、しげみじ。なんか今、びっくりした。リリリン。これからは力を合わせようとステラに答えた。おー、なにこれ？仲良しマークできた。あ、本当ですか？ふふ、嬉しい。ですが、な赤様、どうかご無理はなさらないでくださいね。どうなんのこれ。ちょっと。え？これからやったやん。いや、ステラと協力して、これから、楽しくなるところやったやんか。ああ、そっか、しげみち疑ってたのがうちしかおらんかったからか。また負けた？え？あれ？あ？あ、S級だ。え？え？え？あ？あ？あ、そういうこと？ラキオが AC 主義者で、グノーシアをかばったっていうか、すごい。え、ラキオ賢っ。え？え、むずくね？え、むずい、むずくねっていうか、え？ SP も SQ も全然わからんかった。なんか遅いことした。え？あ、でも SQ と CP はつながっ、すごくね、CP。CP、ここでラキオを切るのすご。よろしい。グノーシア同士が気づいてるよ。あー、コメット信じてくれてたのに。いや、むず。これもう、こんなん、え？ 7連続負けですか、これ。わからん、もうなんか、勝てるビジョンが。見つからない。いや、え？いや、むずくないっすか？これ、わかる？わかる？わかんないかったなぁ。いやぁ、終わっちゃっちゃ。負けたー、また負けた。いや、悔しい。悔しいよ。勝てへん、全然。はい。はい。今回、パート9は、まあ、この辺で終わりたいと思います。あー、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。